業で有名な富山県の配置薬家庭に置かれたおき薬戦前の配置販売業の薬箱と領収書配置販売業は医薬品の販売業の業態の一つである富山のおき薬がその典型である日本独自の医薬品販売の形態で医薬品医療機器等法第25条第2号第30条第33条に規定されている 販売員が消費者の家庭や企業を訪問し、医薬品の入った箱を配置し、次回の訪問時に使用した分の代金を生産し、集金する仕組みという。である。配置員が配置した薬は、一般に置き薬と呼ばれる。配置販売業は、一般用医薬品を配置により販売、または授与する業務。配置販売業は、専用ごりという、 購入者の居宅に医薬品をあらかじめ預けておき、購入者がこれを使用した後でなければ、代金請求権を生じない、販売形態であるため、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくい、等の基準に適合するもの以外の医薬品を販売、通してはならない配置販売業者は、通常、常備薬として用いられる製品を人ぞろいを収めた、配置箱を預ける。これは、法律上、 陳列に該当する。また、薬剤師が配置販売に従事していない場合には、第一類医薬品の販売、または、需要を行うことができない配置販売業は、都道府県知事から許可を得て、厚生労働大臣から指定を受けた品目について、許可を受けた地域にて業務を行うことができる。この許可の有効期限は6年であり、同地域での業務の継続を希望する場合は許可の、 更新が必要である。また、配置販売に従事するものは、都道府県知事が証明する、配置従事者身分証明書が必要で、この証明書の期限は2年である。販売できる医薬品は、一般用医薬品について、次のように定められている。なお、この他、配置販売業に関する事項は、店舗販売業に、ほぼ類似している事項があるので詳細は、こちらの、 三配置販売業に関する事項を参照。薬事法の一部を改正する法律等の施行等について、業界では配置従事者の資質を向上させるための新人研修や年に2回から4回の講習会を各県において社団法人の協会や協議会などで行っている。配置員は薬剤師である必要はなく、このことが医薬品の無資格販売の是非や、 薬剤師のいる薬局、ドラッグストアなど以外での医薬品の販売についての議論の端緒の一つとなっている。また、訪問販売に近い形式であるにもかかわらず、医薬品に関しては2009年11月まで特定商取引に関する法律の適用を受けなかったことから、配置箱の新規契約や契約解除等をめぐるトラブルが消費生活センターなどに多く寄せられる例が見られ、 2009年12月の改正特徴法施行により医薬品の配置販売業も対象となり未使用時のクーリングオフ制度や過量販売に対する規制が行われている。業界ではこうした問題を重く受け止め2006年11月配置販売会社を中心に新たな団体日本置き薬協会を立ち上げた。この協会の目的は今後は 国民の真の健康、真のセルフメディケーションの普及への貢献であり、配置販売員の資格問題、モラルの向上、医療制度改革の問題等に取り組む。起源は江戸時代の岡山地方で始まり、富山の薬売りが盛んになり、全国に広まった。この販売形式を専用ゴリという言葉で言い表している。詳しくは富山の売役を参照。 病院が遠隔地にあり、通院することが難しい地域や、軽度の風邪などで初期医療に関わる費用を軽減できるメリットが注目され、モンゴル屋台で置き薬の普及への取り組みが各国政府と日本財団により行われている。ありがとうございます。